川崎鶴見臨港バス、第109系統の運行が開始しました。川崎鶴見臨港バスは、今日1日、第109系統の運行を開始しました。川崎鶴見臨港バス、第109系統は、京急大師線、大師橋駅前と京急空港線、天空橋駅を結んでいます。平日34本、土休日24本が運転されます。キングスカイフロント、玉川スカイブリッジを経由することにより、生活、ビジネス両面での利便性向上や、京浜臨港部と羽田空港周辺地区の交流、連携の強化に寄与することを期待しているということです。これで、4月1日の KAB ニュースを終わります。